さあ、はい、タイトリストが終わり、タイトリストが終わりまして、はい、本日は、はい、またアイアンが続きます。まず1本目、説明をお願いいたします。はい、こちらはですね、キャロウェイの X フォージドの下にスターと文字が入っております。X フォージドは今までもありまして、はい、7番のロフトでいくと34度ぐらいの X フォージドというのがありまして、それをこうちょっとこう飛ばしたいような軟鉄使ってて飛ばしたいんだけどっていう方にいい、のがスターですね、はい、なかなか感触もいいですし、感触が柔らかいのでぜひこれ打ってみてください。はい、その次がですね、テーラーメイドの P790。790は前もシリーズがありましたけれども、それをリニューアルしてもっと良くした、アイアンが今回誕生と、はい、キャロウェイ X フォージドスター、スターだから飛ぶはずじゃないです、はい、もう僕が伝えますよ、この僕がちょっと疲れてる感じ振り絞っていきましょう。さあ、タイトリストからキャロウェイに代わり、今僕はギャロウェイ使ってるんで、あ、いいかも。お、さあ、どんな球が出るのかな。シャフトは、あの、タイトリストに続きこのネオです、ね、ネオです、ネオ、ネオ。うん、なるほど、右のいい球ですね。これいい感じの球だね。おー、166、うん、166、十分、うん、これやっぱ振りやすい、キャロウェイだからね、はい、うん、振り抜きがすげーいいっす。お、いいっすね、これはいいんじゃないですか。これいいと思うんですね。うん、飛びだ、飛んだ180、当たると飛んじゃうんだな。でも持ってますね、そのキャルエと持ってるやつと似た感じの。いや、めっちゃ似てます、ね、似てる感じ、当たった時の弾き感が、はいはい、180飛んじゃうと、はあ、これは素人なんで、これはいいですね、いいですね、うん、めちゃめちゃいいです、うんうん、グレーは2発ぐらい打てば、はいはい、丸分かりですよ、はい、クラブを裸にできるんで、はい、もう置いた時にこうしっくり、はい、もうしっくりきます。でもなんかタイガーさんの顔っぽくないですデザインが、うんうんうん、顔が、うん、フェイス、このフェイスのこの辺が曲がって丸く感じるっていうか、もっといつもとんがってるのかな、うんうん、なんちゅう音だよ。でしょうね。いや、飛ぶと思った俺。なんか球が違います、ね、うん、球質が、ヘッドの形状かもしれない。あ、そういう音するんだこのアイアンって感じ。こういう音だったんですよ。210、はい、いいですね、もう。いやー、もう飛ぶよ、飛ぶ、これ飛ぶ、マジで飛ぶし、飛ぶ、アマチュアの僕から言えばすごい振りやすい、うん、振りやすい、ああ、うん、なるほど、ね、これはいいと思います、はい、うん、フェースがこうちょっと大きく見えるんで、うん、ね、安心感はありますね、これは、うん、確実にある。さあ次、さあ次、P790、これなんか俺超気になってんですよね。これロフトは 30.5 なので、まあ今のが29、まあ、若干寝てるって言えば寝てるんですけど、うんうん、結構これも弾、はいはいはい、これウッド使ってるんですか。
これは違う。タイが多分2番アイアン。2番アイアンだけこれを入れてる、うん。そんなセッティングあり。でもそれかっこいいですね。かっこいいですよね。もうデザインがいいですよね。この幅がちょっと狭いですか。前に比べたら狭く感じはしますかね。今打ってたキャロウェイに比べたら、はい、ほら、わかります？この重さ差がね、うん、なるほど。薄い、細い、細い、細いですね。なんか前のやつはちょっともう少し軽い感じのイメージがありますね、ヘッドが。いい。これ触れたいかも。なんだろう。感触が違う。いや、シフトが急に変わったからですね。よし。ちょっと出したけど、うんうんうん、全然。いや飛んじゃうんだ。ああ飛んでる。ちょっとミスでも飛んでますよ。飛んじゃうことですね。ミスヒット。飛んじゃう系アイアン。飛んじゃう系アイアンですね。ミスヒットにも優しい。うん。レッド疲労感が疲れもありますね。疲労感ありますよ。疲労めっちゃ変わった。151。ちょっとこのテーラーに関しては、はい、グレーに委ねます。わかりました。はい。感じだと210とかないですか。210。その当たった時、なんすかね抵抗がない抵抗がない点々点がない。あの、なんていうか、一番なんていうのかな、クリーンヒットした時にボール本当に打ったのぐらい飛んでっちゃう感じ、わかります？軽い感じ、軽い感じ、うん、いやー、いい。でも、なんだろうな、ちょっと暴れますこいつ。そうですね、多分シャフトが、あ、そっか、シャフトか、ちょっと僕のシャフトだけだと思いますね。僕にちょっと合ってないのかなって感じます。でも、こいつはすごくいいと思います。このフェースの感触とか、うんうん、このシンプルでいいですね、うんうんうん、僕ちょっと実は気になってたとこがあって、この、うんうん、前はここに多分テーラーメイドとどっちかに入ってたと思うんですよ、うん、これがシンプルのマークだと。ああ、入れてないんだ。はい。なんだろう、高級感でも出してるんですかね。ですかね。で、あとはこの厚みも、うん、変なのがいるんですよ。はい、入ってるんですよ。これがいいんだと思います。こいつのおかげ、こいつのおかげで、飛ばしの秘訣はそこ。はい、これはいいと思います。さあ、あと2本、あと2本レッドの腰は持つのか、持つのか。素足になってるからね。飛ばしたい人はこれ買ってください。これ買ってください。